はい、YouTube 水曜日配信は、ラジオ版でございます。ラクサブローとマジシャンの店健太です。ごきげんよう。はい、今日はあのこの挨拶でボケるうちのお弟子さんいないんで。そうですね、はい、まあ、3人目紹介しますですね、はい、ご自身で、はい、ね、はい、どうぞ。頭蓋骨割って天面ちゃん流行ってるんですかこの何これ本当に分かんないですよ。なんか分かんないって、いや言ってる俺も分かんないから。いや怖いもん、怖い。頭蓋骨割って天面じゃん。はい、ここんで菊池印象でございます。はい、よろしくどうぞ。よろしくお願いします。落語家でございまして、お願いします。簡単に紹介しますと、広島ご出身で、はい、愛媛大学落語研究会で私の後輩で、そのつながりでですね、はい、で今東京の新内がもう何年目ですか。十何年かですね、うん、はい、もう自分でどう言うんですか、こういうのは。若手っていうんですか、中堅って言ってるの。もうどうしようかと思うんですよ最近。大新内って自分で言えないもん。なんかね、私みたいな若手があって言う、今までなら言う場面で、はい、なんて言おうかな。でも自分で私中堅しようって言ってもなんかおかしいですよ、ね、ね、うん、自分からちょっと固めって自分から言わないですよね確かに、うん、でもそうでしょ、はい。じゃあまあでも一応師匠にやっぱ決めてもらった方が僕らからも言いづらいし、肩書きをね、肩書き。私ぐらいのベテランになりますと、まあ、そシャレではいいのかな。うん、いいけどお客さんで講座でね、ねえ、なんかね、ベテランってなんか褒め言葉じゃないですかある意味。あ、そうですね。ベテランもよっぽど皮肉って言わないと。うん、はい、うん、それを自分でねえ、うん、言うのはちょっと言いにくいんです。さあ今回はですね、やっぱりあの気になる、うん、あの定語という、定語、菊池印象は古今亭という、はい、ああそれ定語、古い今亭、うん、はい、まあ、あのかつて歴史上では有名なやっぱ新章、うん、新朝、へえ、ね、親子本当に本当に本当に、そのまあ2人が古今亭のまあ有名な、うん、はい、なんでモノマネしないといけない。だって古今亭新章の孫弟子でしょ。うわ、へえ、菊池は私の孫でした。まあこんな喋り方の、はい、生新章を見てるんですか。ええ、見てないです、見てないです。あ、もちろんそうよ、もちろん、もちろんです。あ、そうか、あ、そうか、そうか。で、そのよく言われるのがその新章師匠のお体が悪くなった晩年を支えたのが、うん、菊新師匠のお師匠さんの演劇師匠、僕なのよ。、はい、うちの師匠ね、はい、ということで、その古今亭は今勢力的には、人数的にはどうなんですか。何番目ぐらいですか。何番目、一番多いのはやっぱ古参一門じゃないですかね。柳屋、次、でもまあ他の教会もあるから分かんないですけど、うちの教会で言うと次かな。分かりやすいところで言うとやっぱ商店なんですけど、はいはいはい、はい、みんなの基準がね、はい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 、商店だと司会の春風亭、うん、春風の亭、はい、の翔太さんは別の教会で、うん、そうですね、だからややこしいんですよ。あ、そのなんかに新日と日本みたいな、あ、うまいうまいうまい、そういうことなんですよね、うん、競技は一緒だけど、そうそうそういうこと、そう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 いうこと、ね、で円楽さん今ちょっと体調壊されてますけど、うん、円楽師匠とかまた違うんですよねこれが、はいはい、プロレスで言うと国際プロレス、うん、古いな、古いな、そう、ね、なくなってるじゃん、はい、なくなってリアルタイムじゃないですね僕は。そう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 、はい、ね、そういう感じ。そうで、あの中で言うと古今亭菊池印象と同じこう教会が太平さん、太平師匠と菊王師匠、あ、まあそっちの先、林屋、林屋もだから菊王師匠と太平師匠のとこってこう、うんうんうん、違う林屋ですもんね。これ違う林屋だったって難しいよね。こんな話今日難しいな、選んでしまった。要はラジオですからね。あの要は松山の亀屋と大津の亀屋みたいなもんとかですか。それ、いやいやいや違う、そうじゃないんだな。これ違うんですか。林屋と林屋インスパイア系みたいな。二郎ラーメンみたいな。わかんない。それ どっちもがインスパイアって言いたくないですよね。それは、ね、そうまあね。それはね。いや名字もそうだけど全員親戚なわけじゃないじゃん。あ、まあそうか、ね。ああ、そうか。っていう感じですかね。あ、まあたどりゃ一緒なのかな。あのあとはあそこは桂宮司さんが入られた、はいはいはい、桂っていうところがありますね。桂っていうのは落語協会よりは落語芸術協会の方が多いかな。多いですね。ですよね。もともと大阪の帝豪だと思いますよ。あ、桂文治、ね、わわわわわわわ、
え、それ桂なのに別お、なんかそれぞれの教会またいでたりするんですか。桂なのに、そうそうそう、だから桂だから大阪だから米朝一門文士一門が全部桂です、うんうん、はい、ねえ、まあ、難しいだからね、その、はい、多分名前実際の僕らの本名も昔いい加減だったことがあると思うんですよね、はいはいはい、自分で名乗っちゃえみたいな、うん、それに近い、私も山口名乗らせてもらっていいですかみたいなあなた山口だからみたいなのもあるんじゃない、落語家といえば林家だから私も林家でいいですかみたいな。でもなんか、なんかなんとなくあれでしょ、一門のカラーというのがあるわけでしょ。まあありますね、なんとなくというか、ね、話もなんか小難しいこと聞きますよ、この話はどこどこの話だからみたいな、あー持ちネタみたいな、はいはいはい、お家芸みたいなね、例えば古今亭だと、古今亭だと、まあ、よくやるのが火炎太鼓。あ、確かに聞いたことありますか、ね、皆さん、はい、火炎太鼓、あの喋れども喋れどもで聞きました。まああれはまあそういう特色でしょうかね、うん、え、よそではやってないっていうことですか。やってなくはないと思いますよ、もう今時あのやってると思いますけどね、うん、このお店行ったらこれ食べないとみたいな感じで古今亭何々ってきたら、うまいこと言うね、さっきから。いやそんな、いやで最初のね、自分から固めってあんまり言わないとあれが分かんなかったんだあれだけは分かんなかった。その後はうまいこと言って、ね、あ、すいません、ありがとうございます、うん、だから最初に覚える話が、柳屋だったら道館だとか、あ、はいはい、なんかそういうのも聞くじゃないですか、はい、1本目が道館でとかね、うん、それは本当なんですか。でも柳屋はそうだと思います。へー、そういうの、決まりみたいなのあるの、まあ、そこになんかこう美学が感じてそれつなげてるみたいなところあると思うんですね。ああ、うん、そうかそうか、うん、ある意味そこは実用性というよりかはあの思い出作りじゃないけど、伝統みたいな、うんうん、師匠によってはとっても厳しい師匠もいらっしゃるだろうし、はい、まあ、逆に緩やかな師匠もいらっしゃるでしょうし、うんうんうん、そうですね、はい、それは入るときは分からんでしょう。まあね、分かんないですよ。うちで、僕だってうちの師匠テレビとかで画面で見てると優しそうなおじいさんで、はいはい、うん、と思ってもう後悔してますね厳しかったね、節目がちに言うんですよ、はいはいはい、厳しかった厳しいところじゃないんですよ、漢字四文字で言うと人権侵害。うわまあまあまあ話かそんな世界に。そうなんですよ、まあね、落語家なんて虫けら、前座なんて虫けら同様だから、それはもうね、こっちが入れてくださいって入ったんだからしょうがないことな、お金も取られないし、そうそうそう、ご飯食べさせてもらって、そう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 、だからその代償として、八つ当たりの対象になるっていうことですよねまあ人間だから、だからほぼ毎日一緒に生活するとそうなりますよね。ね、いやね、それが本当によくできた気の利くやつだったらいいんでしょうけど、まあ、私がまた当時どんくさい、前座だったんですからね。だから散々、いやいやいや、まあまあいい修行させていただいたとはもちろん、ほう、思ってますけど、予想聞いてて、そんな優しいんやみたいな、はい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 、あったりもする。師匠ん家行かなくていい前座さんとかいると、もう自分とも真反対ですよ。僕は毎日行ってもう本当に罵倒されて夜中をどんな生活、もう師匠ん家行かないで映画見に行って、時々行って映画、こんな映画見ましたとか、そう師匠に言って、面白かったですとか言って、しかしこの辺も変わりましたねとか、なんか何ヶ月ぶりでいいね、町の様子変わるぐらいいかないんだからすごいよ、本当にその点俺なんかもう毎日毎日、ね、コンビニができていく様をもう毎日さちょっとずつちょっとずつでかくなっていくの、電気塗ってたたなって思っちゃうね、毎日ああ、まあまあ、東京で例えば寄席とか行くと、そういうなんか定合だけでもいろいろ出てきますんで、ええ、うん、珍しいのだとどこやろうか。まあうちだと昔や昔や珍しすぎましたね、すいません。これはうちの師匠が2つ目の時、昔や今松って言ってたんですけど、うん、これはまあ、古今亭の中にある古今亭、古いだから昔やっていうのも、あ、うちの一門らしくての名前らしい、今もいらっしゃるいますけどね、昔や今松って、うちの一門の亭号とか言っても昔や今松って一つのセットの名前しかないんですけどね、あ、他にはいないか、あ、昔や他の名前はない、聞いたことないですね。うちに色物さんが一人、まあ、結局叶わなかったんですけど、入れてくださいって来た時があって、はい、その時は師匠は
あの自分の弟子に預かり弟子になるから、古今亭なんとかっていう芸名にするよりはこう三味線だから柔らかく昔屋の方がはんなりしてていいなとか言ってたぐらい、あのうちの師匠もまあ思い入れのある名前なんだと思いますけどね。へえ、うん、なんか渋いよね昔屋さん。昔渋いですよ、今時じゃないですもんね。あ和菓子みたいな感じがしますね。ねえ、だってさ、はい、EXIT っていうお笑いがいるから昔屋。うん、それは EXIT と同じ、そうですね、番組には出てなさそう。いや、わかんないよ、それは。そう、いけるかもしれない。なんかいけるかもしれない。で、なんか今度、名跡が復活するっていう、入船亭選挙っていうのが、渋いところがまた復活。あれは誰が決めるの？いや、そら一門の方でしょうね。もう継ぎなさいとか、うん、はい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 、そろそろいいんじゃないかとか、やっぱりその真打ちと同時に昇進と同時になった方がいいとか、まあいろいろ考え方あって。え、定語を変えたりするんですか？その定語も変わる場合あるよ。あ、真打ちになった瞬間に、じゃあこの定位のやつになってみたいからなるわ、うん、みたいな感じで名字も変えちゃうみたいな感じのことがあるあるある。え、でも、うん、あれですよ、柳屋一門によって古今定位になることはほとんど、まあそれは全く違えばね、ないけど。なるほどね。うん、まあそれだからさっき言った古今亭の中に昔屋があるように、うん、あの柳屋の中に霊霊社っていうのがあったりするから、霊霊社のお弟子さんは真打ちになるとき柳屋になります、なのでってことはできる。霊霊社ね。知らなかった。霊霊社。ある。スズスズ社。ベルベル社なんてね言われたりして。この間若い女の子に嫌だわチンチン社って。こっちあれからおしっこの出が悪くなった。ね、バフ師匠のネタなんで、ね、完璧に完璧に押しもネタですね。押しもネタって師匠が言われるんだから。あ、仕方ないですね、仕方ないですね。そのまま、そんな下じゃないね、そう、神ネタですね、はい、面白いですよ。こういうのをチェックするとするうちにだんだん落語にはまっていきますから、深みに、今です、ね、深みにはまって、プロの話家さんから嫌われるようになって。そんな細かい質問しないでください。いや、なんかこうどうなんですかって聞かれてもはっきり答えらんない、答えたくないとかじゃない、うん、答えがないことが結構多いですよね、うん、曖昧にやってるから。だからそれ、うん、答えようがないってことが結構あって、今日ね、たまたま言われてましたけど、舞台の上で講座で、あの落語が終わって、師匠、あの落語の続きはどうなってるんですかっていう。ないない、ね、あれで終わりです。でもなんかわざわざ、この後の続きはみたいな振ってお時間が来たようなっていう終わり方したりする、あれとかは言ってるんじゃない？違う違う違うんですよ。全然違うんです。あれだとまだ聞かれてもね、おかしくないかもしれない。まあまあまあね、続きがあるって言われたらね、うんうんうん、品川真珠の続きはって聞いてるんだったら教えてあげたいと思うんだ。教えてあげたいと思うんだけどねってあるんだけど、ね、試し酒の続き聞かれたあの人10升飲んだんですよねとか言われてもさ、真面目な顔で言われてもさ、酔っ払ってないんですか、ね、言われてもじゃ困るよ、 そこで完結してください。そんなことでございまして、今回は花鹿さんの定語について主に伺ってまいりました。古今亭菊心師匠でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。